テレビアニメワンダフルプリキュアのイベントワンダフルプリキュアドリームステージが全国各地での公演を予定している。来年3月まで続くこのステージはオリジナルストーリーとともにダンスやライブパフォーマンスが盛り込まれた魅力的な内容である。このようなイベントは子供たちとその家族が楽しむことを主眼に置いており、大人ファンも参加できるように配慮されているが、公式側からは大人ファンに対する注意喚起が発表された。公式サイトには本公演につきましてはコスプレをした状態の大人のお客様のご来館及びご観劇を禁止との記載がある。これはイベントの雰囲気を保ちつつ子供たちが安心して楽しめる環境を作るための措置だ。実際に大人ファンによる規制や大声が周囲の子供たちに不安を与え怖がらせてしまう事例が報告されている。このため公式側は特に大人のお客様におきましては十分にご留意いただきますようお願い申し上げますと協力を呼びかけている。また撮影や録音に関するルールも設けられている。ダンスレクチャータイム以外の撮影や録音は禁止されており、参加者が安心して楽しむための環境づくりが進められている。ダンスレクチャー中には MC から撮影可能なタイミングが案内されるが、三脚や自撮り棒などの使用は禁止されている。このような詳細なルールを設けることで全ての参加者が快適に過ごせるよう配慮されている。イベントは大人も子供も楽しめる内容だが、公式の注意事項を理解し協力することでより良いイベント体験を作り出すことが求められている。特に参加者全員が楽しめる環境を守るために大人ファンは注意を怠らず周囲に配慮した行動を心がけることが大切だ。今後の公演に向けて多くのファンが集まることが期待されており、ルールを守りつつ楽しむことが求められる。子供たちにとっても安心して参加できるイベントであることが何より重要であり、公式の注意喚起はそのための一環である。このイベントを通じて大人ファンも子供たちと共に楽しむことができる素晴らしい体験を提供することが期待されている。